こんばんは、パーソナリティの小林芳樹です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。さて、バラ祭り明けです。はい、はい、何か新しい情報とかありますか？そうですね、あのこのところいろいろタイミングがあって国会の委員会の質問に立つ機会が連続であったんですけれども、うん、はい、あれってもっと前倒しにするよっていうのが早くわからないんですが、いや、わかんないんですよね割とギリギリじゃないですか。早くて 4,5 日前とかね、だいたい数日前に決まるんですよ。ですよね。この間とかですね、はい、前日の昼に決まって、ちょっと申し訳ないけど明日やってって言ってくるんですね。それでも立てるもんなんですね。まあそれちょうど実はあのその 2,3 週間前ぐらいに質問に立ってたんですね、はい、でその時にあの政府側にもちろん事前通告しなきゃいけないんですけども、うん、その通告してたけど時間が残っちゃって、はい、あの質問でききれなかったことがあったんですよ。あ、だからそれだと政府側も用意したことある質問ですから、はい、あのスムーズにできるんで、はい、それで立ちましたね。なるほど、はい、ちょっとラッキーですね。まあそうですね、まあそれも分かってみんなで調整したっていうことになっているんですけれども、はい、でもあのその時もですね、どちらかというと質問というよりも与野党に共有するっていう形で喋ったんですが、はい、あの皆さんもあの関心がだんだん高まってきている、マイナンバーカードと健康保険証の一体化、うん、はい、これあの技術的にできるようになって、クリニックや病院でも広がってきてるんですけども、はい、正式にですね今年の12月2日で、健康保険証の、新規発行っていうのは終わります、はい、なので、まあ、事実上健康保険証っていうのがなくなっていくということになるんですね。でこの話をするとですね、特にあの野党の方々はなんでマイナンバーカードがそんなにね普及、うん、まだ 70% とか 80% ぐらいなのに便利な健康保険証をなくすんだと、こうお叱りをいただくわけです、うん、でもっとマイナンバーカード持ったら便利だなって思えるようになって、あの無理やり持たせるんじゃなくて、うん、あの持ちたくなるようにする方がいいんじゃないかって、まあ、こういうご指摘もいただくんですけど、はい、そこについてちょっと考えたら整理する必要があると思ってまして、まず一つはですね、やっぱり行政の無駄ってなるべくなくした方がいいじゃないですか、うん、で今紙の健康保険証によって、はい、保険の資格を確認してるわけですね、うん、なんとか企業の健保組合に私はいますとか、私の場合はもう国民健康保険ですから国民健康保険ですってことなんですけども、資格が切れてる場合ってあるんですよね、はい、転職してて。でもそれって紙の健康保険証じゃ分かんないので、うん、そういうのも含めて全国で1年間に病院が保険証を使って保険の申請をするっていう行為が20億回あるんですね、はい、そのうち500万回何かしらミスがあって、うん、もう一回病院に申請してくださいっていうことをやってるんです。でこれは無駄ですよね。でここにたがってる人件費とか残業代とか全部結局保険料に跳ねてきちゃうので、はい、まあ、これなくした方がいいですよねと。でさらに紙の健康保険証で国民健康保険って毎年送られてきます、はい、なぜならいろんな資格も確認しなきゃいけないし状況も変わるからなんですけども、この事務手続きだけで毎年数百億円かかってるわけですね、はい、なのでこれがなくなって皆さんが持っていただいているマイナンバーカードに一体になれば送らなくてよくなるので、はい、まあ、毎年100億円以上浮いちゃうんです。だから健康保険証をもう発行しないっていう意味は、はい、無駄の削減にまずなります。そうです、ね、これが一つ目ですね、はい、でこれよく言われるんです、うん、で二つ目はですね、犯罪の抑止、うん、皆さんの安全を守るため。例えば健康保険証って顔写真ないじゃないですか。そうですね、はい、はい、だから私の健康保険証を持って私の兄がですね、うん、はい、小林文明ですって東京とかで病院行ったら分かんないですよね。そうですね。で年齢も別に見た目で判断できないですから、はい、でそうやって不正利用が行われていたり、うん、はい、でもっと厄介なのは、うん、身分証明書としてやっぱり健康保険証って使えるようになっちゃってるので、そうですね、銀行口座とかさまざまな、はい、なりすましに使われたりしてたんですね、はい、で最近はそれが多かったので、あの携帯電話会社とかはもう健康保険証を身分証明書として認めないみたいなことをやってるんですけども、うん、まあそれでも一応認めてるところがあると、うん、ということで、あの皆さんの安全安心を守るためにもやっぱりもう健康保険証はやめた方がいいということがあります、はい、なのでですね、あの整理としては
使えるようになったら便利だからなるべく使っていただくっていう政策と、いやもう皆さんのことを守るために、そして全体で行政を便利するためには、ちょっとびっくりするかもしれないけど、どっかでやめて完全にインフラを変える必要があるというものと、ちょっと政策を切り分けなきゃいけないですね。うん、今回のマイナンバーカードと健康保険証の一体化っていうのは、もう全国民に使っていただくべきインフラなので、ちょっとなんかマイナンバーカードめどくさいなって思ってる方も申し訳ないですけども、今回は持っていただいて、で健康保険証と同じように使っていただきたいというのが、まあ、ポイントになるんですね。なのでもちろんこれから健康保険証としてマイナンバーカードを使うと便利なものたくさんあるんですね。特に能登の災害の時に、はい、実はこの医療データが連携されていることによって、はい、避難先でもう薬の内容が分かったりとか、うん、持病が分かったりということで大変助かった方いらっしゃいますし、もっと持っていただけると、うん、まあ、避難所に入った時にですね、うん、ピッとかざすと誰々さんがいますっていうことがデータベースに登録されて、家族に共有することが簡単になったりとか、はい、まあ、そういうこともできるようになりますし、今後図書館カードとして使われたりとか、うん、はい、あと学生証として使われたりとか、うん、まあ、こういうふうに便利なサービス増えてきますので、いっぱい持っておかなくっても一つだけ持っとけば、そうなんです、全てにおいて使えちゃう。5枚10枚が1枚に入るということになります。でなくした時もですね、はい、特急発行サービスっていうのはこれから始まりますので、はい、大体5日間ぐらいで再発行が、うん、そうですか、できるようになりますので、有料で、はい、はい、より便利に なりますので、有料か無料かはまだ決まってないです。そうです、これからですね、はい、はい、でそのお金が浮いたものはどこで使われるんですか、そこが問題ですよね。はい、特に社会保障費の浮いたやつっていうのは、はい、やっぱり社会保障費が重なると保険料に跳ね返るんですね、はい、だから保険料が上がると手取りが減るじゃないですか、はい、なので保険料を上げないということにまず使っていくというのが一番ですかね。だからそれだけでも将来の負担がもう減ってきますから、はい、どんどん無駄を削減していけるといいんじゃないかと思いますし、はい、同時に便利さを感じていただけるようにこれからも進めていきたいなと思っています。期日が迫ってきています。はい、12月の2日ということですね。はい、はい、どうぞチェックしてみてください。さあ、この番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。 FM 福山のホームページからどうぞ。この番組は高和物産、カネソ22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜はジャム工房しずく代表の村瀬康さんをお迎えしています。村瀬さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは。皆さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、ジャム工房しずくっていうことなんですが、はい、これ立ち上がったのは最近なんですよね。2022年の11月15日です。はい、三好町でオープンされたということなんですが、はい、なぜこのジャム工房しずくをオープンすることになったのか、ちょっとこれまでの過去の経験、経緯も含めてお話しいただいていいですか。はい、外食産業に、3社で37年勤務してたんですけれども、はい、まあ、コロナというものがありまして、うん、当然外食っていうのはすごく苦戦されたり、うん、閉められたところもありますし、でその間に皆さんの生活スタイルが変わって外食に行かなくなったりとか、うん、行く回数が減ったりとかいうことで、うん、外食はちょっともう厳しいだろうなということを思いましたので、じゃあ自分で何がやれるかなと、その場合に、製造販売ということで、当然初期投資も少なく済みますし、スタッフの数も少ないですし、うん、ロスがない、はい、製造して販売できなければロスになりますけども、うん、そういうことを考えて、スタッフたくさん雇わなくてもいいですし、今日仕入れたものがお客さん来なくってロスになったりというのがあるので、うん、それで、行き着いたのがジャム屋さんということで。なるほど、はい、そういうことなんですね、はい、確かに外食で長くお勤めだと、はい、ね、この食品ロスとか、はい、在庫どうしようかなとか、いろんな悩みありますもんね、はい、スタッフ呼んでたのに、うん、今日やっぱり来なくていいよと、でスタッフ生活できるのかと、うん、いうことになるので、はい、いや本当に実は多分村瀬さん、福山市内のですね、はい、拠点となるような、はい、飲食店でも大変重要なお仕事されてたので、面識が顔を見るとあっって思う方もいらっしゃるかもしれませんその村瀬さん、やっぱりこの経験を生かして、はい、まあ、ジャムって結構保存効くんですよね。そうですね。どれぐらい効くものですか。うちのお店は製造から6ヶ月ということで賞味期限を切らさせていただいてます。うん、無添加なんですよね。はい、
ということで添加物を入れると2年とか、はい、そのぐらい持ったりしますけど、うん、まあそういう意味でも半年持つんで、はい、これロスも少なくできるということでジャムを作られ始めた、はい、ということなんですが、思いついてジャムってそんな作れないじゃないですか、はい、どうやってこう作るノウハウは。もともと一番最初の会社でケーキとかを作る仕事をしてたりとかいうのがあったのと、はい、まあ、その時の先輩が今神戸でジャム屋さんをされてて、うん、そこに、見に行ったり、はい、ちょっと教えてもらったりとかいうことがあったので、はい、で、オープンする前に、ダルメイン世界マーマレードアワード日本大会っていうのがありまして、はい、でそちらに、起業を予定してる人はプロ部門で出さないといけないっていうのがあって、うん、そこに、家で作ったジャムを送ってみたら、はい、同賞ということで、はい、賞が取れたので、うん、あ、これいけるかなと、なるほど、いうので、はい、踏ん切りがついたというか。へえ、じゃあ家の鍋で作ったみたいな。そうですね、家に道具を、はい、用意して、はい、家でコツコツと作って、はい、瓶詰めをして出品したっていうので、うん、すごいですね。それでプロひしめく中、はい、どうしよう取っちゃったということで、はい、でその後あれですよね、今日盾持ってきていただいてますけど、はい、これ英語でゴールドと書いてあるってことは金賞、はい、しかもこれザ・ワールド・オリジナル・マーマレード・アワーズということで、はい、これ世界大会ってことですか。はい、世界大会ですね。へー、で金賞、はい、取っちゃったと、はい、これすごいんじゃないですか。 すごいかどうかちょっと自分ではわからないんですけれども、いやすごいんですよ、はい、日本のジャム屋さんで年間どれぐらいゴールド出るんですか、はい、どのくらいでしょう。年々その審査の基準が厳しくなったりちょっと甘くなったりとかあるみたいで、はい、金賞取るのは40とか取るところもあるとは思うんですけども、はい、20ぐらいしか日本で取れなかったりとか。なるほど、だからもう100も200も出るもんじゃないってことですね。そうですね、だからもう3、40ぐらいしかもらえないこの金賞を取られたということで、はい、まだだって2年しか経ってないですよね、はい、それぐらい美味しいということなんですけども、はい、どうやって作ってるんですか。全部手作り無添加ということなので、はい、私以外に優秀なスタッフが1人おりまして、はい、2人で一生懸命レモンの皮を切ったりとかいうところで、はい、3時間ぐらい種を取ったりとか、うん、3時間ぐらいずっとレモンの皮を刻み続けたりとか、はい、いうことで、へえ、手間だけがすごくかかる。そうでしょうね。で好きじゃないと多分、うん、心は折れてしまうというか、はい、場所はあれですよね、三好町の黒瀬クリニックさんの目の前のところで、はい、そんな大きい拠点じゃないですよね、はい、でもその中で作れちゃうもんですか。はい、できます。キッチンじゃないですけど、そういうなんかこう、お店が縦長になってまして、はい、半分がお店で、はい、半分が厨房という厨房になってて、はい、じゃあ厨房でお二人でちょっとそうですね座って種取ったりとか、はい、ザクザク刻んだりとかやっていると、はいはい、で刻んでこう今日だとこう4種類も持ってきていただいてますけど、はい、まあなんとなく、まあ、マーマレードっていうとこう柑橘がありますけども、このマイヤーレモンってこれ熊本原産とか、そうですね、このレモンをですね、はい、どうやってジャムになってるんですか。レモンはまず箱で届いて、はい、でまずレモンを洗って、はい、皮を洗って一つずつ表面を洗って、はい、でそれから、まず半分に切って果汁を絞るんですけど、うん、果汁を絞った後の今度、果汁が出たレモンをまたカットして、はい、中に白い皮があると思うんですけど、ありますね、あれを全部そぎ落として、へえ、で、黄色い部分は水につけて、はい、アクを少しずつ取っていって、はい、で、その後に皮を刻み始めると。もうそれだけでちょっと、はい、とてつもない手間かかってますね、はい、内側をこうくり抜いて、はい、そうです、白い部分削って、はい、じゃあ黄色い皮だけが残るんですか。そうです。でもそれもアクがあるんですね。はい、アクとか苦味とかがあるので、うんうん、柑橘によって違うので、すぐ切ってマーマレードにできるものと、はい、1日水につけておいとくとか、圧力釜にかけるとか、
沸騰させるとかいう、あの皮によって違ったり、皮の硬さとか、うん、苦みとか、はい、それによってあの変えていくっていう。なるほど、面白いですね。でその後これで入れる具材ができますよね、はい、でその後どうするんですか。もう入れるものは北海道産のてんさい糖と、うん、他に入れるものはレモン果汁を入れるか入れないか。へえ。じゃあもう具材とそのてんさい糖だけ、はい、でこのとろっとした感じになるんですか、はい、で火で炊いていって、はい、糖度計っていうのがあるんですけど、はい、糖度計で糖度を見ながら、うん、一応日本は40度以上ないと日本あのジャムと呼べないので、40度は超えさせると、はい、で市販のものがだいたい55度ぐらいあるので、うん、市販のものよりは低糖にしたいなっていうのがあるので。なるほど。糖度を測りながら、はい、煮詰めていくって感じなんですね、はい、アクを取りながら、あ、こう煮てると出てくるわけですか、はい、でそれも見守って。そうです、そうです。へ、だから多分アクを丁寧に取ることがやっぱ味が変わってくると思います。あ、確かに苦味とかそのえぐみみたいなのが全部ないやつになる、はい、あと発色をきれいにしたいので、うん、発色をきれいにしたいのはやっぱり銅鍋を使うと発色がきれいになると思うんです、はい、へえ。ホーローの鍋ではならなかったり。ああ、そうなんですね、はい、面白い。何時間ぐらい火入れるんですか。いや、炊くのは多分1時間も炊かないと思います。あ、そうなんですね。下処理が4時間とか、半日ぐらいかかる時もありますし、なんかすごいとろ火でゆっくり煮てるみたいな感じなのかと思ったんですけど、それはそのもないですか。はい、1時間で、はい、スッとできると。それでは手前の作業が大変ですね。そうですね、はい。あ、これ聞いてると美味しそうだなと思ってきたんで、はい、食べちゃっていいですか。はい、これ今日はこの4種類持ってきていただきましたが、はい、それぞれ何のジャムなんでしょう。金賞受賞したグリーンレモンと、はい、銀賞のレモンマーマレードと、はい、日本の大会の金賞の金柑と、はい、皆さんが一番食べたことがあるなといういちごジャムなんですけど、食べたことがあるので一番違いが分かりやすいと思うので。なるほど、そうですね。じゃあいちごでいきたいと思います。あ、いい香りが広がってきますね。確かに、あ、なんかさらっとしてますね、はい、市販のジャムより、はい、それもやっぱり糖度が関係してるんですか。そうですね、添加物を入れてないので、うん、あ、うん、香りがして、うん、いちごの味がすると思います。すごい、本当にいちごの味と香りが鼻に抜けてきて、はい、いちご食べてるって感じ、はい、これでもあれですね、なんか赤ちゃんとか、はい、ちょっとなんか歯が弱くなって食べづらいシニアの方でも、はい、これなんか果物的に食べちゃう。そうですね、はい、そういう方いらっしゃるんですか。いらっしゃると思います、うん、あのお客様によっては、はい、あの旦那さんと子供さんは、はい、スーパーの食パンとスーパーのジャムを食べて、はい、皆さんが出てった後に、はい、自分はいいパンを買ってうちのジャムをつけて食べてますってあの人たちは味わからないからいいのってお客様もいらっしゃいます。すごいですね、もうそれぐらいこだわってる人が選んでいるっていう。いや、すごい、これ美味しいですね。確かに。ありがとうございます。果肉も入ってるんです。果肉もすごい、あの、しっかり感じるし。プチプチ。プチプチと。ええ。だから本当にイチゴ食べてる感じしますし、うん、一方でそれがなんかこう、すごい硬かったりとか、歯応えがありすぎる感じしないので、うん、スッと溶けてって、リアルな香りと味が広がるっていう感じでした。はい、続いてはゴールドです。やっぱりグリーンレモン、これ楽しみみたいですね。グリーンレモンっていうんですね。これどこのレモンなんですか。それは熊本になりますけど、うん、金賞を取った時は、うん、尾道向かい島の、はい、グリーンレモン、はい、あ、これも本当だ、全然苦味がない、はい、レモンの皮ってやっぱりちょっと苦味あるじゃないですか。そうですね、特になんかマーマレードって、はい、
このまあ苦味がそういうもんだって思ってましたけど、すっごいなんかレモンの美味しいとこだけ、はい、美味しいとこ取りした感じで、グリーンレモンは黄色になる前のレモンなので、うんうん、あの旬の期間が短いので、はい、あのその期間にすごく頑張って作らないと、うん、レモンって割と長いんですけど、はい、緑の時期っていうのが短いので、あ、やっぱり風味が違うんですね。全然違いますね。いや美味しい、爽やか、貴重ですね。これなんかお酒で割りたいですね、はい、ありなんですかそれ。合うと思いますね。これソーダと焼酎とかで割ったらめっちゃ美味しいな。そんなに甘くないんですね。うん、さっきも糖度がしつこくない。あ、そうなんだ。いや本当になんか甘くて酸っぱくてすっごいちょうどいい美味しさなんですけど、なんかスッと消えてっちゃうので、はい、口の中に嫌な甘みが残んないですね、はい、これ絶妙、ね、美味しい、うん、ちょっとこれは後半さらにこのジャムについて詳しくお聞きしたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではこの辺りでちょっとブレイクです。村瀬さんのリクエスト曲をお送りします。スタイルスティックスで愛がすべて。今夜はジャム工房雫代表の村瀬康さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この音楽が流れている間に他の金柑も食べさせていただきましょう。これ美味しいですね。ありがとうございます。金柑そのものを食べる美味しいっていう、はい、えぐみは全くなくね、これは本当おすすめですね。これ今日は4種類でしたけども、はい、それ以外にもあるんですか。今だいたい12種類ぐらい。12種類、はい、他にも、その季節のフルーツでどんどん変わっていくので、はい、うちが30弱ぐらい、うん、あのジャムの種類があると思います。へえ、まあこの辺だとアンズとか。そうですね。ある。イチジクは、イチジクは芦田町のイチジク、はあ、あると。あとは桃、桃岡山ですね。あと梅、梅、梅は、和歌山ですね。南高梅。南高梅美味しそうですね。これちなみに一瓶おいくらぐらいなんですか。一番安いので600円から950円ぐらい、うん、なるほど。まあそういう意味ではあの私用っていうのが分かりますね、はいはい、付加価値が高いやつで。でもこれなんかお土産とかプレゼントでもらえたら嬉しいですね。そうですね、あのそういう風に使われてるお客様もいらっしゃいます、うん、ボトルのデザインもすごい素敵ですし、うん、かわいい。ということでこれ買いたいと思ったらどこで買えるんですか。当然あの三好町のお店もそうですけれども、はい、全種類は置いてないんですけれども、うん、赤坂町の松林酒店さんだったりとか、はい、白身町の東コーヒーさんだったりとか、はい、で、山手にあるパン屋さんは、はい、あのパンのトッピングにうちのジャムが使われてたり。うーん、面白い、はい、あれですか、あのこの人たちもファンになって使っていただいてるって感じなんですか。ファンになって使っていただいてる方と、はい、知人の紹介とかいうような形です。なるほど。じゃあまずはあの買いたいわっていう方はさっきの松林酒店さんとか、はい、東コーヒーとか、はい、もちもちさんでもいいし、はい、もちろん本店の雫さんのところ、はい、三好町に来ていただくのいいんですけども、はい、うちで売りたいっていうのも、はい、じゃあありですか。ありですね。あり、はい、その場合はどちらに連絡するんでしょう。もう三好町のお店に来ていただければ。はい、はい、お店お休みはあるんですか。日曜日だけお休みです。なるほど、はい、じゃあ月曜から土曜日は空いてます。はい、時間帯は、朝の10時から、18時まで、夕方6時までやってます、はい、ということで、じゃあ電話番号もぜひ教えてください。050-8885-3088、はい、050-8885-3088、はい、ということで、あの場所は三好町の黒瀬クリニックの目の前ということで、はいはい、ジャム工房雫ということであります。うちのお店に来ていただければ、はい、全種類味見ができるので。あ、味見できたんですか。味見をしていただいて、ご納得していただいて、ご購入していただく。おお、いいですね。もうこだわりがしっかり味わえるとこれぜひ味わってほしいですね。私も全種類食べてみた、はい、あとパン、パンに塗って食べたいですねこれね。ちょっとパン塗ってみよう。ヨーグルトもおすすめです。絶対美味しいと思う。ヨーグルトいいですね、はい、あとお酒割ろう。あとは割ってやりたい。ここは外せない。いや外せないですよ、これ爽やかに飲めますよ絶対。いいと思いますね。でも今後こんなことやってみたいと思ったことありますか。
今のところはその一人でも多くのお客様に食べていただいて、ご感想をいただきたいというか、はい、あの食べていただいてうちのジャムの味がどうだというのを判断していただきたいなというのが一番なので、うん、で、口コミで広がったりとか、はい、いうようなことがもう一番の目標という。なるほど。じゃあぜひお店に来てちょっと試食していただいて食べてみて、まあ、そういう飲食店で使いたいわっていうのはってありですかね。はい、そうですね、うん、でも多分たくさん作るのは大変なんですよね。はい、大体どれぐらい作れるか。1回の仕込みで、うん、30便前後なので、はい、大体1日ですると3回、それを3回か4回できるかなっていうところなんで、はい、あでも1日で90とか100ぐらい作れるから、ね、でも結構作りますね、それ、はい、すごい。というわけでぜひ皆さんちょっと味わっていただいて、はい、いろんなところに広がっていくといいなと思いました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今夜のゲストはジャム工房しずく代表の村瀬康さんでした。いや美味しいですね本当にいくらでも食べられちゃいますよね。なんかこうジャムとか食べた後って、うん、なんか飲み物飲まないと、はい、喉に引っかかっちゃったりとかして、うん、こう喋れなかったりするんですけど、はい、もう全然、私もグリーンレモン初めてだったので、うん、ちょっとっていう感じで、はあ、感激しましたし、いや本当、はい、みかんもいただいたんですけど、うん、これも美味しかったですよ。美味しいでしょう、ね、で季節を味わえますよね、その意味では、うん、ね、うん、今月のとかこのシーズンの旬のジャムって言って持ってきてもらえたらちょっと嬉しいですよね。いいですね、うん、はい、毎月1回買いに行くとかね。あ、そうですよね。味わってもうね、2、30種類あると多分ね、はい、毎月いろんなのそう出会えますよ、うん、ホームページとかインスタグラムとか。あ、インスタもあるんですね、はい、あ、じゃあインスタグラムもジャム工房しずくで、はい、検索すれば見れるということでぜひ見ていただきたいと思いますよ。ね、なんか皆さんのお土産に使っていただけても、いいですね、ね、嬉しいですよね。はい、というわけで、新たな魅力ということですので、注目してください。それでは今夜もお相手は小林美明と、アシスタントは、平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組は、コーアブスさん、カネソ22の提供でお送りしました。